今日神戸市立王子動物園で今年3月に死んだメスのジャイアントパンダタンタンの追悼式が行われました。愛らしいその姿から神戸のお嬢様と呼ばれたタンタン。タンタンがやってきたのは2000年のこと。阪神淡路大震災で被災した子どもたちの心を癒してあげたいとオスのコウコウとペアで中国から貸し出されました。公開初日には盛大にイベントが開かれ、震災で落ち込んだ神戸の街に活気をもたらしてくれました。2008年、待望の赤ちゃんが誕生するも生後4日目に死んでしまいます。さらに2年後には一緒に暮らしていたオスのコウコウも急死、タンタンは一人ぼっちに。2020年、中国への返還が決定しましたが、新型コロナの感染拡大で延期に。翌年には心臓疾患が判明、中国に帰ることなく治療に専念していました。そして3月31日、28歳、人間でいうと100歳近い年齢でした。そして今日、開園の前にもかかわらず、タンタングッズを持った多くのファンの方がすでに並んでいます。タンタンが王子動物園に来た時から大ファンだという尾崎真由美さん。晴れてよかったです、ね。もう本当にもうタンタン晴れ女だなと思って朝から今日タンタンの追悼式で落選しちゃったんですけど、タンタンの大好きなお庭でお話できたら嬉しいなと思ってます。追悼式に参列できるのはおよそ4000人の応募から抽選に当たった100人のみ。尾崎さんは追悼式に参加できないものの、タンタンが好きだった庭でタンタンと話がしたいと訪れたのです。タンタンさんの前いたけれど亡くなっちゃったんだって。旅立った後もなんかここにいたらこう姿が見えるんですね。じっとしてたら飼育員さんに、なんかおるとかって言われるんですけど、いや見えるのよとかって、おらしてよとか落ち着くからとか。子育てや仕事で忙しい時も5分でも時間があればタンタンに会いに来ていたという尾崎さん。そこで撮りためたタンタンの写真が仲間内で話題に。パンダ雑誌に声をかけられ、なんとタンタン担当カメラマンに抜擢されました。タンタンが人とのつながりとか絆を作ってくれたのがもう本当に宝物だなって思いますね。タンタンが過ごしたパンダ館を最後に訪れた尾崎さん。はい、こうちゃんも一緒にね。午後2時から始まった追悼式。メモリアルムービーが上映されるとすすり泣く人の姿も。長年タンタンを担当した飼育員からメッセージが送られました。あなたと過ごせたこの16年間、本当にとても楽しかった。ありがとう。ほっとりしたとことか、ほっこりしたとこ、なんかこうタンタンの周りこうゆっくり時間が流れてる感じがして、その姿がとても好きでしたね。一方、抽選に外れた尾崎さんはいつもタンタンを見ていた場所で生配信された追悼式の様子を見ていました。タンタンの思い出を悲しいものにしたくないので、もうこれからもずっとずっとタンタン好きで一緒で、これからもずっと一緒だよって思いました。